岡本翔平は大阪府出身のプロレーシングドライバー。マネージメントはスピードオブジャパンが担当。12歳でカートデビューし、1996年関西、カートランド FR-2 クラスシリーズチャンピオンを獲得。1998年から FJ1600 でのレース活動を始め、1999年 u s ースカラシップを受けてアメリカへ渡る。 アメリカでは、フォーミュラダッチイースタンシリーズ新人賞を受賞し、2002年には日本へ戻り、フォーミュラドリームに参戦。2005年には、ナスカーダッチウィークリーシリーズ、2006年にはインディプロシリーズに参戦するなど、再びアメリカでのレースを再開するべく準備を進めている。また、ツインリンクモテギで、岡本昌平のストックカードライビングエクスペリエンスの、 インストラクターも務めている。1993年に関西クラブマンレースの最終戦にスポット参戦した。初めての高速オーバルで、初めてのマシンでこのレースに出場したのにもかかわらず、予選3位。決勝も終始、優勝争いを展開したが、最終ラップで後続者に接触され、最終コーナーでスピンアウトした。 現在もアメリカ参戦に向けて活動中。ありがとうございます。